野党が急所を突かれ発狂、維新、梅村みずほに。本日、日本維新の会の梅村みずほさんが国会にてこのような発言をいたしました。日本の教育現場においては、学級崩壊もまた看過できない問題となっておりますが、私は一昨日のこの本会議において、そして本日先ほどからも、そんな学級崩壊を連想させるような場面に遭遇いたしました。登壇者が発言している最中に飛び交うヤジや嘲笑、議論すべき日米貿易協定や給特法とは全く関係のない桜を見る会についての質疑です。私は日本に生まれ育ち、人の話は最後まで聞きましょうと教わってまいりました。国語の時間には国語を、理科の時間には理科を勉強してきました。ここは国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会です。日本維新の会は、やじは国会の花ならず、そう考えております。子どもたちに見られて恥ずかしくない姿を、この良識の府、参議院にも求めまして、私の質問を終了いたします。このようになっておりまして、おかしな野党の皆様、急所をつかれて、発狂されておられましたが、まあ、こういった、おかしな野党は国会を、日本の政治を妨害することしか考えておらず、何ら建設的な議論ができておりません。例えば同じ野党であってもアメリカであれば、トランプ大統領に対して散々デマを垂れ流している民主党であっても、香港やジーソミアの問題に対しては共和党と協力をし、挙国一致で対応しております。野党の皆様、政権の荒探しをするのではなく、なぜ安倍政権が支持されているのか、安倍政権にあって野党にないものは何なのか、ぜひとも考えていただくようにお願いいたします。それができなければ、何年経っても野党が、おかしな野党が国民の支持を得ることはできないでしょう。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。